入れなかったマルティナさんと王様の部屋とか怪しくない？あ、まだ入れてくれなさそうだな。あー、入れてくれなさ、入れてくれる、よし、きっとある。おっさんの普段着とか、おーっと、抜け道発見。レシピブック知ってる。何か滅びた時に来たのかな。猫ちゃん、かき、ピシャー、出ていかなくて困ってるんですよ。お前吠えられてたぞ今。よし、ティナさんの部屋に行こう。いつでも薬でいただけるように完璧にしておりますよと。辛い時はいつでも休みに来てください。ご休憩でお願いします。子供の落書き、ひげのあるマッチ棒のようなものの横にリボンをつけたマッチ棒のような、あたきと父ちゃま、マッチ棒、マッチジュース、柳さん、にゃにゃんちゅう、柳さん、にゃんちゅう、よし。そして本はなかった。どこだろうな。どこか本棚はないのか。これだ。違います。棚はある。城下町もな、一番初めのそもそものクエスト2個目ぐらいか。あの本棚見つけれてない俺だからね。メルセンの秘伝書、その辺散らかりすぎだろう。一段差手また一段、あ、終わってしまった。あーと考えられるのは、城なんだからさ、図書室みたいなの作っとけよ。あ、雪崎だよ。グレイグの資質、英雄王の鎧ね。あいつなんだかんだで自分の部屋もらってんだよね。まあ、筆頭将軍だしね、デルガダールの。お、三つも。来たー、あったー。ネルゼンの秘伝書、心の巻。ホメロス、お前がパクってたのか。最も重要なのは心である。こわ、皮肉じゃねえ、これ。最も重要なのは心であるっていうのがホメロスの資質の本棚にあるって。そうすればどんな出来と大事しようとも必ず勝利できるだろう。やったー、終わったー。神の民どこだったっけ。いやー、デルガダールの盾持ってるよ。もう見てるね。よし、完了完了。
と。ネルセンの遺伝書は、神の民の里の宿屋。神の民だったか。ってことは、ルーラ。よし、いたいた。読んだよ。うん、火のように攻め、地のように守り、水のように動き、心を穏やかに保つ。まあ、風林火山だよね。熟練の戦士であるグレグなら理解できるだろうって。無心攻撃の威力が上がった。ただ、無心攻撃がそんな強くないんだよね。まあ、使ってみるか。どれだけ強くなったかな。なんなん。あとは盾ごと天空の古戦場の一番奥か。天空の古戦場ルーラできなかったっけ。あそこ確かね、あーダメか。思い出したからいけるかと思ったんだけど、この世界線では行ってないか。しゃあない。クジラさん呼ぼう。クジラさん。はーい。王は闇に覆われておる。一瞬で溶けた。割と戦ってるけどまだ4体はてな。メタキンさんがいるじゃないですか。ここメタキン出るんだったら。竜の秘跡。ここだ。これ結構広かったよな。ドラゴンに乗ってショートカット宝箱とかは終わってるからな。一番奥ってどこだよ。で倒すべきなのがアメジストワームね。最後の鍵で開く扉どこ。あった。ん9階めっちゃ下だね。確かドラゴンみたいなやつに乗ると空飛んで一気に下行けるんじゃなかったかな。ホワイトキングさん、まあジャー系はまあ見た感じ一回は戦っておきたい。キラーマージャー、マルティナさんじゃ、地獄の騎士じゃ、やりかっちゃう。イオラで刻んでる。倒しきれてね、イオナスんでよかったよ。セイジャのさん、ぶっ飛べ。大きな骨。ホワイトキング。おじいちゃん腰が悪いんだから無理しちゃダメよ。多いな。明らかにこっちが封じしたのに。ドルモアじゃん、デッドエンペラー。イカズチの強み。うわ、こっちの方が強い。死ぬ死ぬ死ぬ。まあ攻撃が分散されただけました。まあ、使うと思ったらお前が攻撃してほしいんだけど。イカズチの杖。どう死ぬ。ラグライト。ヨナスいいんですけど。おお、凄まじいダメージ。
日本マナーだね。もう一発あるよ。パリ。サミダレ。レベル上がった。もうすぐ取れないって覚えれるかな。18じゃなかったかな。25だった。サイクル。このモコモコさんたちは戦ったことあるような気も。あと3体。あ、モコモコビリアいたな、さっき。稲妻ビリーとモコモコビリー、オリジナルモンスターを作るんじゃない。ドラゴンさんね、あの乗り物のドラゴンさんいないから一気に一番地下まで行きたいんですけど、多分オリハルコンあるよね。この世界線取ってないもん。でガイアのハンマーを取ったことできっとね、あそこが、おっとスカルゴンさん、じゃあだろ、スカルゴンじゃ。驚いてる驚いてる、やっちゃい。ドラゴンゾンビだ。お願い。メラガイア。どう。809も最近のメラは効くんだ。昔のメラゾーマは180までしかダメージなかったからな。あ、いた、乗り物かん。はーい、輝くヨナズーン。ほう、すさまじいダメージ。ドラゴンバスター、ドラゴンバスターはいい金稼ぎだな。え、ちょっと待って、今何に当たったんだよ。おい、回復してないんだけど、まあ、これぐらいなら大丈夫か。はよよなず。おじいちゃんは魔法か道具使わなきゃ役立たないでしょ。あ、暴走してる、違う、すごい。宝石、宝石、うん、多分昔聞いた。あれ、ここ変えるようにしか使えないのか。まだか。パフパフしてもらおうぜ、パフパフ、パフパフ。とりあえず休んで。アメジストアームが強すぎることを考えて一応セーブ。
まあオリハルコン多分あると思うからね、一応一番奥までは一回行っときたいんだよね。この世界線では、宝箱は取っていませんが、おそらく空いてます。もうね、世界線だいぶ交差してるからね。一番奥まで降りて上がって、ああそんなんだった、そんなんだった。でそこ宝箱見えてるんだよね。ああ懐かしい懐かしい。これで今さ、天空の古戦場のあそこにはルーラできるようになったのかな。どうだい、アルティナさんがルーラー使えるわけないじゃん。あ、いいね、楽でいいわ。ルーラーポイント覚えました。一応メタキン出るからね、レベル上げにいいのかもしれない。はい、9回よし、どこの一番奥じゃ。あー、いく、絶対的に降ってきたような気がする。こんなあからさまだ。ウィンガイ、はい、別に降ってくるとか言ってないし、来るわけないじゃん。とりあえずこうね、ガスト3系を1匹倒しよう。じゃあかな、なんで2匹同時に来るの。おい、これは全員に攻撃されるとやばいぜ。先生先生、全力だ、全力、全身全霊。どう、お前ら通常攻撃しかしないよ。よし、バカだなこいつら。絶対なんか息系の攻撃してきそうなのに。グレイグハン、今何目指してたっけ。仁王立ち、仁王立ち、足りん。輪廻の盾、あ、やった、2個目だ。結構輪廻の盾強いんだよね。パフパフ、そのパフパフはもうしちゃ、パフパフするって言っときながらね、うん、ついていかないという、もう下から待ちぼうけと、とゲッチュ、にゃな、早くないお前。ブルーアイ、よし、こっちだ、よし、たどり着いてん。アメジストワームがこいつか。おっと、ワーム、嘘だろ、モグラだろ。レシピブック、金星神、ミネルバティアラ、ミネルバドレス、これはマルティナさんの装備かな。そしてカンカンポイント、ヘビーメタ、オリハルコン、オリハルコン、オリハルコン結構簡単に手に入るんじゃない。まあいい、アメジストワームちゃんと戦いましょう。はっ、攻撃できねえの。強かったらどうしようとか言いながら、あれだよ、アイテム装備のまんまじゃねえか。ロケツバリ、ちゃんとバフでバフした方がいい気がするんだよな。ゾーン、あ、セイニャとベロニカ確かゾーンなんかあったね。メルフ、
クロスマダンプ MP 全て使う。私は一向に構わん。行くわよお姉さん。あー、スーパーイナ、うわっと元に戻った。でもあっちは戻ってない。2500、死なねえの。え、それに驚きだわ。やっぱボスクラスじゃねえか。もう MP なくなったんでね、あの役立たずですよ。おお、痛い。ゲホマラー使いやすがいねえ。背中のトゲを放った。クソ強え。ドン引きの強さだわ。ダメージ通らねえ。ベホマズンがあればな。ほらよっと。いや強いわこいつ。全体回復系がない。あ、無心攻撃。あ、強い。これはどうする。もう火力で押し切るか。はっ、天下の石来た。おうし、いい回復量。てか足しなね。いやー、カニさようなら。3回攻撃だろ。魔法捨て、いや魔法はもうしないんで。うえー、別にバイキルトも何もかかってなくて、その強さ。天下無双と比べてみよう。うーん、無心攻撃の方が死なねえ。うわ、超強え。うわ、250、めちゃくちゃ強えな、おい。はい、第二陣入ります。別に向こうにバフがかかってるわけじゃないから、これで倒しちゃえば。これが私のジャスティース。あと1手足りなかったね。1400、神秘のアメジストゲット達成。ふう、強っ。 MP だいぶなくなったな。そしてセイニアとベロニカはあの MP がないので、ちょっと今アイテムだったけど、あと一体何だろう。メンバー的には俺もあんま MP ねえな。これでいくか。さっきのやつはここ入ってるな。何落とすんだろう。ポップ大進化の秘跡か。まああのオリハルゴンあったとこだけちょっと行きたいね。どこだったっけ。ここにオリハルゴン取りに来たの割と最近だったのかな。で、脇道のアイテム探しに行かなきゃ割とすぐか。あ、マジンガさんじゃね、これ。お前だけ来い、お前だけ。にゃらー。
サチとかやめて。ちょっとトラウマが。やぶれい。600。あ、弱え。焦らせんだよ。ローズ台風よ。マジンガさんって言ったらトラウマキャラだからな。みんなのトラウマキラーマジンガ。ドラクエ6の借りは返した。あ、割と経験値高。攻撃させたらあかんやつかな。よし。あ、聖に MP 回復。アルテマソウルそろそろいける。一応これで全部かな。マジンガさん、オッケー。じゃあオリハルコンの場所だけチェックして帰ろう。もうあいつ倒してるからいいか。いつ戦ったか覚えていませんか。ここボスいなかったよな。そういや、普通にオリハルコンもらってびっくりしたもんね、初めて来た時。さあオリハルコン残ってるかな。なくなってたら不思議なんだけどな。この世界線ではオリハルコンまだ回収してないはずなんで。あ、残ってるな。一番近いったらもうオリハルコン復活してねえかな。えがったえがった、オリハルコンゲットだぜ。はい、これで2個か。もう1個作れるな。エルフの、エルフのエルフのお守り。さあ帰ろう。また神のところ。神の民の里、聖女の戦慄アップだっけ。そうそう、こいつです。あ、手に入れたの。うん、なんて美しいの。じゃあ使っちゃう。アメジストの弦を。アメジストって弦に使うの。自分で言うのもなんだけど、もう抜群よ。美しい音色が出るはずよ。回復魔力100アップ。ビホマラーの回復量が怖いな。縦ごとの外の側に使うんじゃねえんだ。弦をアメジストにするんだ。びっくりだわ。まさかそこって。もう一匹いるよね。あれなんだったっけ。あ、なんかピンク色。あ、ピンク色はあれか。先に行く道か。戦歴じゃなくて、戦歴のクエストリスト。もう一個なんだ。あれ、神の民の先代勇者の像。まだ受けてないのがあったのか。行ってみよう。初めの時に見逃してたのかな。なんか追加されたのかな。わっ！って押したらな、ダメだよみんな。絶対やっちゃいけないいたずらってあるからね。高いところから覗いてる人とか、海覗いてる人後ろからわーは本当やっちゃダメだからね。どんな仲良くてもね、そこで一生のお別れになる可能性あるよ。ぶん殴られるよ。グーパンで許してもらったらよかったと思いな。勇者様と、セニカ様は、恋人同士だったのよ。お揃いのバングルをしてたのよ。離れ離れになるなんて悲劇的。お揃いのバングルをはめてあげるのはどうかしら。二人は会えないけど。そこでお願いなんだけど、バングルを探して私のところに持ってきて。勇者の権威が強化されるわよ。うん、嬉しい。彼が身につけた品はネルセンが受け継いだと聞いたわっと。パンデルフォン王国の地下の迷宮。あ、ちょうどよかった。二人のバングルを引き受けました。
あの二人かわいそうね。一応このピンク色を再チェック。ケトスが新たな力に目覚めたようですね。あとはニズゼルファを倒すだけよ。とりあえずじゃあね、あれか、そろそろ行く時が来たかね。ネルセンの宿やからね、ヴァンデルフォンを、まあ、その前にやつをやる。クレイモランのちょっと城行って、ちょっと魔女に話聞いてからね。